プロボクシングの元日本ミニマム級王者の石澤会 27=MT= が17日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。私、石澤会は30分の4にフィリピンで行われた試合を最後にボクサーを引退することにしました、と報告。主な引退理由に2022年に手術した左目の症状悪化と体のダメージを上げた。石澤は、 人生の半分をボクシングと共に歩んできましたこれまでの14年間は本当にかけがえのない時間ですボクシングを始めた当初からの夢であった世界タイトル獲得はなりませんでしたしかしたくさんの方々に応援してもらい28歳になるまでボクシングを続けることができ多少の怪我はありますが 大きな後遺症なくリングを無事降りることができた僕は本当に幸せ者だと思いますなどと感謝を記した神奈川相模原市出身14歳でボクシングを始め神奈川武装高時代はボクシング部主将を務めた日体大体育学部に進学し在学中の2017年6月に6回戦デビュー6戦連続 KO 勝利で 19年9月に日本ミニマム級挑戦者決定戦として谷口正隆、渡辺と対戦。5回に右フックでダウンを奪うも、0対3の8回判定負けで、プロ初黒星を喫した。22年1月に日本同級王座を獲得し、同4月に WBO 世界ミニマム級王者だった谷口との再戦で世界初挑戦。前日計量で2、3キロ体重超過し、 試合は実施されたが11回 TKO で敗れた昨年6月に再起戦のフライ級8回戦で5回 KO 勝ちしたが10月に IBF 世界フライ級15位だったビンス・パラスフィリピン2 1対2の8回判定負け今年4月に敵地で WBO グローバルライトフライ級王者のレジー・スガノブフィリピンに挑戦し8回 TKO 負けしたのが最後の試合となった 世界戦の約1ヶ月前から左滑車神経麻痺を患っており、22年11月には手術を受けた。身長156センチながら高い KO 率を誇るハードパンチャーで、マイクロタイソンという愛称を持っていた。今後については、これから何をしていくかはまだ決まっていませんが、第2の人生を歩んでいきますとした。プロ戦績は15戦11勝、10KO、4敗。